おはようございます。速稼塾の久保です。今回はね、個人宛のメッセージをまた公開でお送りしますので、宛先のねお名前は出さずにいきますけども、今回もご連絡ありがとうございます。まあ、心からのねメッセージをいただきましたけども、限定公開なんで、まあちょっともったいないですよね。まあやっぱ本気のことほどね、やっぱ言いにくいことほど一般公開するといいんですけどね、 YouTube ってのは。まあなかなかそういう時期も勇気もあると思いますんで、まあ今のところはね限定公開いいと思いますけども、私はこういうふうにね、人に迷惑がかからない限りは一般公開でいこうかと思います。今回はですね、まあ私のこの情報発信のやり方に対して、他のね情報販売者さんから、まあ、妬みがあるんじゃないかなってことですけども、むちゃくちゃありますからね。特に私にすごくね身近な方から猛烈ですよ、これは。本当に私がね普通に人から見たら、おお久しぶりみたいにやってる人から受けますからね。私みたいに例えばね、まあそれ最初からなんですよ。例えば2013年の自己アフィリエイトの講義がありましたよね。あれ販売価格19,800円で、で結果が出なかったら弁償しますよっていうお話でスタートしたのを覚えてると思うんですけど、覚えてますよね。あれ今でも同じなんですよ。でもっと言うとですね、今はね、自己アフィリエイトやりたいんです、でもお金がないんですと。久保さんに教わりたいんだけども、動画でやってもなかなかうまくいかないし、休みもないし、久保さんのところなかなか行けないんですけどっていうことをね言われる方のところに、じゃあこっちから行きますよみたいな感じで行くわけなんですよ。これ今でも行ってますね。ただし気が向いた人のところだけです。気が向かない人のところにはどんだけ頼まれても行かないです。それは私が選べるんですよ。でもあ、この人のところにはちょっと行ってあげないとなと思ったらすぐに行きますね。1週間以内に新幹線乗って行きます。その時の費用を相手に請求することはありません。それは私が貢献したくてするわけですから、その貢献の押し付けなんですよ。おせっかいなんですよまあですんで、そこで、まあその方にね、稼がして帰ってくるという形です。まあそれに対して私にね恩を感じない人、いや得した、ありがとうで終わらせる人、それはそれでいいと思います。それが価値観であって、久保哲郎を使い倒して久保哲郎には何の恩返しもしなくても全然いいんだと思う方がいるのもいいかなと思うんですよ。それ別に私は何とも思わないですよね。で自分の利益を優先してないっていうのはまさにそういうことで、もうとにかくね、社会に恩返しして世の中に恩返ししたいって気持ちで私は溢れてるんですよ。まあなぜなら私普段大したことしてるわけじゃないですからね。ただぼーっと生きてるだけですから。でもっと言ったらですね、私努力とか我慢とかしたことないんですよ。適当に生きてきて、感覚の赴くままに生きてきて、あー楽でいい暮らししたいなーと思ってたらそうなったみたいな感じなんですよね。だから辛い思いもしたことないですし、過去の苦労話を価値があることのように話すこともありませんしね。でこんなことをして私も辛かったみたいなことも全然ないですね。なんともないです。当たり前に誰でもができるレベルのことだとも思いますし、もっと言ったら私はねすごく低レベルなことをやってると思うんですよ。低レベルなことをバカみたいにやってきて、今に至るということだと思うんですよ。ですんでね、もう私はいつも想像します。飲食店に行ってなんかねご飯をいただく、定食をいただく時でも、どう考えても定食を作った方、運んできてくださる方、そのお店の経営者の方よりも私は楽をしてると思うんですよ。ズルをしてると思うんですよ。まあですんでね、その方たちに報いないといけないなという意味も込めて、少しでも多くお金をねお支払いできるようなオーダーの仕方とかをしようと思いますし、値引きをするなんてことを全く考えもつかないですね。まあそういう気持ちを心の中に溜めながらやってます。まあそれでですね、ちょっと話ずれたんですけども、まあ例えばね、私の情報販売のやり方とか30年ローンだとかね、お客様にその自己責任っていうのを振りかざさないんですよ。私は自分の口から自己責任っていうことはありません。私から言えばですね、情報発信者が自己責任を情報を受け取った人に押し付けるのは単なる責任回避だと思うんですよ。自己責任っていうのは情報を受け取った方とか何か行動を起こそうとする方が勝手に思うことであってね、お前は自己責任と思えっていうのは、まあ、これはとてもね濃すい方法だと思うんですよ。そんなことをやってるからいつまでも嫌な気持ちになる人が後を絶たないと思いますしね。ただその上でも私他の人見てないんで分かりません。他の人がこうやってるから自分はこうやらないぞって考えてるわけじゃなくて、もう常にね、私久保哲郎が久保哲郎という人間に
商品やサービスを提供するときにどうやったら安心かな、納得かな、喜ぶかなと考えるわけなんですよ。そうなったときに、例えばね、転売スクールとか投資スクールってのをやるとして、先に大きな金額を一括でぶん取ってしまうと、転売のための仕入れも投資のためのお金もなくなっちゃうわけなんですよね。で、相当お金がある人からは一発でいただけると思いますけども、例えば30万とか50万もらっても他にもお金があるわけですかね、その人は。それ全然構いませんけども、いや、今この瞬間お金がなくて、すがるようにして来てみて、無料情報だと思ってみたら、LINE アットに登録を促されて、LINE アットではガンガンセールスが来るみたいなね。で、まあ、笑うも使うも思いで、その、登録してみたら、一括で30万要求されて、その30万払わないと、何にも教えてもらえないっていうことで、もう途方に暮れて引き返していくか、もしくは、なけなしのお金を無理して投入して、スクール始めるんだけども、買ってみたら、なんだこりゃみたいなね。自分のレベルじゃとても扱いきれないや、みたいなね。そんなことになって、ますますね、窮地に追い込まれるんではなかろうかということは、商品売ってる人だったら誰でも想像できることだと思うんですよ。だからそう考えたらね、それが想像できるのに、もしくは、全員が全員成功できるわけではない、お金持ちになれるわけではないって分かっているのに、それを無視してね、あたかも自分が正義であるかのように、自己責任ですよとか、買ったのはあなたですよみたいに、いきなりお金を受け取った瞬間に突き放してしまう、このね、発信者に対して私は、まあ、挑戦していきたいなと思いますね。まあ私思うだけで、まあ急にその気がなくなるかもしれませんから。だからね、あんまりね、私がね、過保護にすると、今度は、情報を受け取った人とか商品購入した人がもう甘えるんですよ。完全に。まあ普通の人ってのはそういうもんですから。リスクがないと思ったら、どこまでもね、図に乗るんですよ。だからそういうのも込みで、まあ、ええ加減にせよって感じですよね。だから五分五分だなと思います。客観的に見ると、まあ似た者同士ですよ。お金を分取る人も、お金を払えば自分がね、もっといい状態になるっていうふうに勝手に思う人も、もうなんか似た者同士だと思うんですよ。そうではないんですよ。もう、このね、何度も言ってますけども、有料の情報よりも無料の情報の方が優れてるわけですよ。どう考えてもそうですよね。無料の情報の方が、数が多いわけですし、有料の情報を売ってる人ってのは無料の情報を集めてるだけですからね。集めて再発信してるだけですよ。そもそも情報に、価格なんてついてるわけないんですよ。価値はあっても。だからね、上手な人は、情報に、価格をつけて、その価格が、その価格以上の価値を持ってるように演出するんですよ。ランディングページとか、プロダクトローンチで。ただそれだけの話で、まあ、そんなにね、まあ、価値を感じた人が払いたいって言って払うんだったらいいんですけども、価値を感じてもない人が、もしくは、どういう価値があるか分かんない人がですね、お金を先払いするところっていうのは、よく私は考えた方がいいと思うんですよね。これね、いろいろ今申し上げましたけども、一つね、大きな答えが出ているところが私はあると思うんですよ。それはですね、島田紳助さんですよね。島田紳助さんが引退するときに、NSC ね、吉本の、若手芸人に向かって講義をしてるんですよ。これ今でも YouTube で上がってると思いますけども、2時間ほどの講義、むちゃくちゃの質が高いんですよ。これを無料で公開してるんですよ。こんなことやられたらね、他の、まあ、お笑い界とかね、漫才界とか、人材育成界の人が、何をね、いくらで売ろうと、もう叶わないですよ。で、こういうふうに、もう自分は引退するつもりだから、もうね、儲けるつもりはないから、皆さんに恩返しします。はい、全部後悔しますっていう人がたまに出てくるんですよ。で、私は、隠居した時にあれをね、もう何回も何回も繰り返し、見たり聞いたりしました。毎日のジョギングの中で何回も繰り返し聞きました。本当にこれなんだなと。私が2013年からやってきた、まずは販売価格を設定するけども、不満だったらお金を返すという約束をしながらね、まあユーザーさん、お客様のリスクを取り続けてきた。まあ私はお客さんって言い方もしないです。弟子って言い方します。そっから塾ですからね。私が塾長であり、皆さんは弟子入りするんですよ。基本的には弟子入りした以上、私には絶対服従で、それを込みで参加してくるものだと思いますけども、そういう意識のある方、私がそんなこと言わなくてもね、ちゃんと自分の責任で自分で選択して、自分でリスクを背負って自分でリスクヘッジしてやるわけですよ。でも、中にはですね、そういうレベルに行ってない人、
とても低レベルで甘えん坊さんとかも勘違いして入ってくる方がいます。まあそういう方に関しましては、勘違いさせちゃってごめんなさいねっていう意味も込めて、退場をね、させるわけですよ。もちろん、破門っていう、破門をした方が効果が出る方に対しては、破門を設けます。ね。お前もう、やっていけないんだったらやめしまえみたいな感じで、ね。もともとこっちから頼んで間に速稼塾来てもらったわけじゃないだろ、お前が頼んできたんだみたいな感じでね、入塾した後に破門します。で、破門した時に、それ破門っていうね、カリキュラムなんですよ。これは破門された時に、ああしまったと、破門されちまった、もしくはこの野郎なんか金払ったのに一方的に辞めさせるなんてひどいやつだみたいな感じでね、思った時に、じゃあお前破門とか言って勝手にね辞めさせるんだったらもう金返せやっていう風なレベルなのか、それとも他のところに行って学んで結果が出るか出ないかは分かんないですけどね。結果が出たら出たらいいじゃないですか。速稼塾は破門になったからこそ他で結果が出たらベストじゃないですか。でも速稼塾を居続けてやる気にもならないし、やれないし、結果も出ないしってままずっといたら、これはこれでね、あんまりいいことではないと思うんですよ。もちろん、結果の責任をしてませんよと。不満を感じる可能性もありますって私言いながら、速稼塾のね、最終的な、入塾の許可をしますから、そういう意味で言ったら、言った言わないとかね、なんか、こんなはずじゃなかったみたいなことは通用しないと思いますし、まあ私がわざわざ言わなくてもね、社会に出て、その、19、20歳のね、若者ではないんだったら、その、すべての選択は自分の責任だってことは当然理解してると思うんですよ。何かあった時に、あんたのせいだっていう人は本当にね、どうしようもない甘えん坊だと思いますし、そういうふうに、自分の人生の責任者は自分なんだと。自分のお金の責任者は自分なんだと。自分の時間の責任者は自分なんだと。誰が選んですか、私が選びましたっていうのを、やっぱ学んでいただくために、自己責任って言葉は使いませんけども、私の姿を見せていくことによってね、どんな傷も自分で治すという。うん、どんな挫折も自分で回復するというね。うん、誰かの力をね、借りることは、ないと。うん。まあ、ね、借りることが、いいことだったら借りたりしますけどもね、積極的に、あんたのせいだから助けてくださいっていうね。で、そういう人どうですかね。うん。そういう人を、うん、あなた自身は求めてるんですかっていう問いかけなんですよ。何かね、困ったことがあったら、誰かのせいにできる人生を送っているんですかと。いや、そうではないでしょ。うん。何が起きても、自分の人生の上に起きたこと、自分の人生、歩いてる人生の上に起きたことならば、それは自分がね、自力でやっていくこと、責任を持っていくことなんじゃないかなと思いますよね。まあ、ただそうは言ってもね、そう言って責任を回避してるんだっていうね、方便も成り立つのも確かです。うん。まあ、そういう方には、そういうレベルの方には、そういうレベルの対応をするしかないですし、気高く凛々しく生きていこうとする方には、私はね、私の方がもっとリスクを取ってやっていきますんで、あなたも、一緒に歩いていきましょうみたいなね、共感をお送りすることもあります。うん、まあ、今回ね、個人宛てのメッセージだったんですけども、そうだ、前回、なんか、ライブね、Facebook ライブで1時間ほどやったんですけども、どうだったですかね、見ていただいたと思うんですけども、だから、ああいうふうにね、多くの証人がいる中で、語ったことが全てですよ。で、その私があの1時間で語ったことっていうのは、あの場面で思いついたことだったら、あんなに切れ目なく多分伝えて、お話しすることとか、即答することはね、できないと思うんですよ。まあ、できるとしたら私は相当トークレベルが高いんだろうな、っていうことですけども。うん。で、あのライブ放送を見ていて、誰もが離脱しなかったっていうのはどういうことかっていうと、ずーっと私が伝えてきたことを、またね、あそこでやってるっていうことの安心感であり、あれ以前言ってたのと違ってきたんですかってことではないというふうに私はね、答え合わせをするんですよ。で、もちろん時間に合わせて、人に合わせて、言い方や考え方っていうのは変わっていって当然だと思います。3年前とか5年前と同じような考え方とか、同じような決まりでやっていくっていうのは、これ逆にですね、何の変化も成長もしてない人のやってることです。1日経てば1日分、ルールは変わってくる。見方は変わってくる。判断は変わってくるわけなんですよ。1秒でも変わると思います。まあこういうふうに、時間、時っていうのは、自分の精神とかね、自分の思考っていうのをどんどん変えていくべきものなんですよね。当然ですよね。世の中が変わってるわけですから、それに合わせていこうと思ったら、自分も変えざるを得ないんですよ。だからこれが自分を変えるってことです。でも自分が変えられない人っていうのは、他者を変えようとするんですよ。何かのルールが変わりました。何かの状況が変わりました。その状況とかルールを何とかね元通りにしようと思って頑張るんですよね。まあ、こういう方は
ずっと他者を変えようと思って自分も変えれずに何の状況も変わらずに終わっていくんだろうと思います。今までの力が通用しなくなったんだったら新しい力をつけていくしかないんですよね。私が今大卒っていうね学歴を使って何かやってますかね。麻雀店を経営していた、店舗を20店舗やっていた、不動産事業をやっていたっていう、そういった実績をもとに何か活動してますかね。してないですよね。私がそんなことしようがしまいが、今この瞬間私が伝えることに対して受け取るべき、思いがある、価値がある、共感があるからこそ次の瞬間も久保哲郎の声を聞いてみようと思うだけだと思うんですよね。私が10年前のことを思い出してそれをねここでお話しするから、あ、10年前そんな人間だったんだろう、私行こうかなっていう風になってるとも思えないんですよ。私は自分から過去の話をすることってありませんし、人から聞かれればねとくとくと話すことはありますけども、特に誇るべきような過去はないですし、こんな辛いところから来たんですみたいな過去もないんですよね。平和公園でホームレスをしてる時も面白かったですね。何の苦労もなかったですね。借金を抱えていても悩んだことはないですし、もうね、何ですかね、すき焼きをね、毎晩毎晩、しゃぶ禅で2ヶ月もおごっていましたからね、あらゆる人に。しゃぶ禅で焼肉食べてるから、すき焼き食べてるから来ませんかみたいな感じで、おごりますよみたいな時。ああいう時でも借金2000万以上ありましたからね。だから自分が借金があろうがなかろうが、自分の心に思うことをやっていればいいんだよ、それは。その瞬間がもう完全燃焼できていれば、それもいいんじゃないかなと思いますよね。で、多くの人は、まだ来てない将来に不安を勝手に感じますよね。それって何か楽しいんですかね。うん、私はね、全然ね、不安を感じることも不満を感じることもないんですよ。なぜなら自分の心の中で不満とか不安という感情を自分が勝手に作り出したら、その不安とか不満という感情に対応しなくちゃいけないんですよね。でも私はいつもね、感動して楽しくって嬉しくってっていう感情だけをこの胸に残して、他の不安とか不満という感情は無視してるわけなんですよ。そっちの方が良くないですかと思いますよね。例えて言えば、食卓に美味しいものがバーッと並んでいて、苦手なものは食べずに美味しいものだけ食べるみたいなね。で、まだお腹に、なんですかね、余裕があったら嫌いなものも食べるかもしれませんけど、それはあくまでも自分を鍛える挑戦、未知のものへの挑戦という意味で嫌いなものも食べてみるってことはありますけども、まあ大好きなものを食べていきますね。それは体が欲していて脳が欲してるわけですから、そこにね、理論とか感情とかバランスっていう人間のその人工的な思考を付加するから、どん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 本音から遠ざかって嘘になっていくと思うんですよ。そんな嘘をつく必要はないと、自分が発信したことを人が信じてくれるか信じてくれないか、そんなことを考える必要は全くないです。今日の動画のね、最後にね、まあ、このエピソードを込みでちょっと切り取っていこうかと思いますけども、久保さんを信じてますっていう人、ありがたいです、ありがとうございます。でも私を信じてるんだったら、私がね、明日地球が滅亡しますよって言っても、それを信じてくださいね。信じないでしょ。だから、久保哲郎を信じてますって言っても、久保哲郎の何を信じるか、何は自分は受け取らないかっていうのは、あなたが決めてるってことなんですよ。ですので、そういう意味で言うと、自己責任っていうのはね、私が言わなくても、当たり前のように全ての人に備わってる能力だと思いますね。でもその能力を放棄して、自己責任じゃなくて、お前のせいだっていう人、それは永遠に、あなたは、お前のせいだ、成人ですね。まあそういう方ともね、私は一部お付き合いがあるんだなということで、私に対するね、多様な意見、クレーム、そういうのも、まあ聞かないでもないかなと思います。ただ私ね、何を聞こうかなと思ったら、私に対して好意的なメッセージから順番に聞いていくんで、どうせね、私になんかクレームとか反感を持つんだったら、ちょっとね、ここの頭のいいね、クレームや反感が欲しいですよね。どんなクレームも、どんな反感も、どんなバッシングも、誰かが言ったことの焼き直しなんで、なんかね、いまいち競争軍ですよね。だから、なんかね、世の中にいろんな便利な言葉とかが量産されてるんですけども、それを持ってきてコピーペーストのように私に伝えるんだったら、それはちょっとね、なかなか耳を傾けてみようかなっていう順番としては優先順位高くないんで、それよりも素直に自分の心が感じたことをね、誰かの言葉ではなくて自分の心が感じたことを伝えていってもらえると、まあ、それもね、私が受け取るべき、本当の思いになるかなと思っております。まあまあいろいろとお話しましたけども、今日も相場解説があるんで、すいません。以上でございます。